もう本当。私は三菱アウトランダー PHEV を選びました、環境問題への訴求、それだけではなく走りの良さ、さらには装備の充実、まあ、どういうところを見ても買って楽しく満足できる、そこを評価しました。今回私が10点を入れたのは三菱アウトランダー PHEV です。もちろんパワートレインもいいんですけれども、 SAWC とのマッチング非常に良くてですね、ここに感銘を受けました。非常に快適な車に仕上がっています。トヨタ、スバル、GR86、 そしてスバル BR はいかがでしょうか。岡崎さんは日産、小沢さん GR、三菱独自の四輪制御技術、そして EV の培った技術、この2つを合わせて、楽しくて環境に優しい車に仕上げています。 PHEV のシステムを、高く評価しています。それと曲がるための機能もより高めているアウトランダーを選びました。にそれぞれの賞が与えられます。 RZ に10点です。評価を聞いてみましょう。走りも内装もデザインもものすごく上質です。何よりも四駆、この駆動力制御はすごい。たくさん売れてもいいと思ってます。評価されてもいいと思ってます。応援の意味も含めて僕はアウトランダーに10点としました。草壁さんはトヨタミライニに10点です。評価を聞いてみましょう。選定理由を聞いてみましょう。聞いてみましょう。僕が選んだのは日産ノートに10点です。評価をおめでとうございます。受賞されました三菱自動車工業株式会社。四駆の技術とさらに現行のアウトランダーから進化した PHEV システム、これを融合させたことで非常にドライバーの方の意のままの走りをスポーティーに実現したことができたというところが高く評価されたのではないかなというふうに考えております。C クラスに10点です。評価聞いてみましょう。バッテリー EV が明日にでも全ての車に入れ替わるという風潮に待ったをかける PHEV というソリューションの素晴らしさに改めて感銘を受けました。さんはホンダベゼルに10点です。世界類いまれなる素晴らしい 4WD 技術と、ガソリン満タンだと12日間、電気が供給できるという災害時にも、使える、そういった性能を、評価させていただきました。エクステリア、上質なインテリア、まさにフラッグシップ SUV にふさわしい三菱らしさを極めたデザインに感心しました。ダイナミックシールドのですね、デザインも良かったです。そしてですね、何しろ SUV にもかかわらず走りが良かった。遠くへ行きたい夢を持たせてくれました。その理由はですね、 SUV で、エコカーでありながらオンオフともに走りを全く諦めていないというね、これまでの三菱の培っていた DNA をすごく感じさせてくれたからです。コメンテーターの西村直人さんです。スバル DRZ に10点です。選定理由はいかがなものでしょうか。聞いてみましょう。なぜかというと外観デザインの良さ、パワートレインの良さ、そして三菱らしくないインテリアの高級感と質感の良さに、高い点数を入れましたです。音楽プロデューサーの松任谷正隆さんです。点です。評価を伺いましょう。評価を伺いましょう。先代に比べ飛躍的に性能が高まり、 SUV のシステムというだけでなく上級セダンを含め幅広い車種に展開できると感じました。86スバル BRZ に10点です。自動車研究家の山本真也さんです。吉田由美さんです。吉田さんはホンダベゼル。最後はカーライに思いますけど、藤本さんいかがですか。いやー、もうどの車を、ね、本当に悩むなというふうに。